とサークルが届いてます。これを組み立てていきます。ここのゲージを新しいものに変えます。というのはドアのところを噛んでしまって鍵が全くかからない状態にしてしまったからです。なんかすぐ開くような状態になってしまって中からだと出てきてしまいます。そのためにいちいちこの鍵をかけてたんですけども、それではとても面倒なのでこの際に買い替えました。まずは4匹たちをここに入れました。ダメいたずらするからここでちょっと待っててね。こっちが済むまで待ってて。とサークルを取りました。4年間のゴミが溜まってます。これからここ掃除機かけて拭きます。消毒してきれいに拭きました。ここに新しいサークルを置いていきます。組み立ては簡単です。こういうビスがついてるんですけども、こちらをこういう穴にはめるだけで組み立てられます。完成しました。今度の色がアッシュグレーというキッチンに合わせた色なのでちょっとシックな感じになりました。みんな怒ってます。お利口さんしてた待ちくたびれたね。ちょっと待ってて、あとお掃除しちゃうだけだからちょっと待っててね。うん、分かった分かった、ちょっと待ってて。完成しました。マリちゃんのお部屋もできました。マリちゃんのお部屋はお部屋の真ん中にあります。こっちはみんなのお部屋、大人のお部屋はこっち。もうだいぶくたびれちゃったけどね。マリーちゃんのお部屋はここです。おもちゃも入ってます。用意は万端です。今日お迎えに行きます。マリーちゃんかわいい。マリちゃんお家に行くよ。マリちゃんお家に着いたよ。マリちゃん行くよ。ん？よいしょ。みんなみんな覗いてる。覗いてる覗いてる。こっち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 。みんな。新しい家族のマリーちゃんが来たよ。あ、おいでおいでおいで。もんちゃん。ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっと待ってね。怖いんだよ。あれ見てんだ。マリーちゃん。よいしょ。いじめないよね。みんなマリーちゃんだよ。マリーちゃん。マリーちゃん怖がってる。マリーちゃん。マリーちゃん。マリーちゃん。この上から出れるかな。よいしょ。マリーちゃん。マリーちゃん。マリーちゃん。みんなびっくりした。マリーちゃん、よしよし大丈夫だよ。硬くなってる。おいで。うん、怖いもんね。みんなマリーちゃんです。うん、ほらマリーちゃん、よしよし、マリーちゃん。ほら、マリーちゃんだよ。ほら、マリーちゃん、匂い嗅いで。よろしくって。よろしくねって。マリス優しいもんね。
店長もほら、マリーちゃん、マリーちゃんって。おこちゃん、あー危ない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 これ、うん、高いからおこちゃん、うん。こうやってちょっと鳴らした方がいいね。その中入りてやんなさい、うん、寒いから。あんまりないんだよ、うん、高いから買いとかないとね、うん、あと6時と、うん、6時と覚えやすいように6時、12時、6時にする。うん、6時間ごとに朝の6時、うん、で、12時で、6時、うん、うん、かわいいね、慣れるまで置いといた方がいいね。みんなで、みんなで見てる。パリスが入ってくの？ねえ、パリス入るの？パリス自分の匂いするんじゃない？自分の匂い。チクス。まだ髪が見てないけどおしっこするから。うんちは一人でするの？するよ。まあ、もうおしっこもうんちも。ただトイレが覚えてるかどうかわかんない。シェリちゃん気になるみたい。ねえ、シェリちゃんの妹だよ。シェリちゃんの妹だよ。みんなすごい注目の興味があるんだね。あ、おしっこちゃんとしてる。見て、ちゃんとおしっこしてる。トイレでお利口さん、マリちゃんお利口さん、おしっこしてるよちゃんと。お利口さんで、マリちゃんお利口さん、お利口さん、マリちゃんお利口さん、すごいお利口さん。トイレにちゃんとしたね。でもなんかあのあれ引いてないの。マリちゃんお利口さん、トイレにちゃんとしたの。だんだんでもちょっとリラックスしてきたみたい。
人が喧嘩してる。多分興奮してんじゃないの？興奮してんじゃない？もうみんなで興味持ってるよ。初めてのうんち、ちゃんとトイレでしたよ。初めてうんちしたの。かわいい。だから興奮しちゃったんだよ。危ない危ない危ない。こっちこっちこっちおいで。初めてうんちしました。マリちゃんマリちゃん、マリちゃんマリちゃんマリーちゃん、マリーちゃん、おりこおりこ。だいぶリラックスしてきたね。リラックスしてきた。お家で初めてのご飯です。今、カリカリご飯をふやかしました。あ、みんな見てるみんな見てる。はい、どうぞ。よいしょ。みんなが見てる中で食べてます。初めてのご飯だよ。
ごい綺麗に食べちゃった。うん、綺麗に食べた。マリコさん、マリコさん、よいしょ、これこっち。すごい綺麗に食べた、すごい綺麗に食べたね、マリちゃん、マリちゃん綺麗に食べたね。完食。マリちゃんもびっくりしたよね。かわいいね。マリちゃんかわいいね。今日はあんまりさ、あれしない方がいいよね、ゆっくりさせたら。かわいいでしょ、ね、マリーちゃん。かわいいでしょ、マリーちゃん。優しくしてあげてね。なんだ、遊ぼうね。遊ぼうね。ダメだよ、これダメだよ、そうやったらこれダメよ。
ねんねしないと。このチャンネルでは、四部師たちの日常や最近話題の施設に実際に四部師たちが行って感想をお伝えしたりと、犬を飼っている皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。